フェルディナンド・デ・ジョルジは、イタリアの男子バレーボール選手、指導者、スクインツーの出身、ポジションはセッター、元イタリア代表。1981年、当時、セリエ A2 のウジェントへ入団し、1983年のクラブの A1 昇格に貢献する。1986年にモデナへ移籍し、1987年にリーグ優勝を飾った。 1987年6月30日、モンペリエで行われた、フランス戦で代表デビューを飾り、イタリア代表の歴代6位にあたる通算330試合に出場。1990年代の世界選手権3連覇、ワールドリーグ5度優勝。1989年、欧州選手権の優勝に貢献するなど、2002年に、 代表を知りくまで、ナショナルチームのセッターとしても活躍した。現役時代の2000年、当時所属していたセリエ A クーネオの選手兼任監督に就任。引退後、バレーボール指導者の道を歩む。2003年に監督就任したペルージャでは、A1 昇格3年目の2004から2005シーズンにリーグ準優勝へ導き、監督としての手腕を発揮した。2005年、 マチェラータの監督に就任。2006年、クラブにとって初めてとなるセリエ A のリーグ優勝へと導いた。ありがとうございます。